にゃんにゃんケロンパアンバサダーのお仕事始まりました。釣りやろアンバサダーの鈴木桃子です。そしてはい、こんにちは、釣りやろチャンネル広報部長クジャクのつもてんです。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。本日は9月の2日に行われるジャン王戦第6節 B 択の予想をやっていきたいと思います。ということで今日もあの方をお呼びしたいと思います。はい、皆さんこんにちは、ピーチ鈴木です。今日もバッチリと予想していきたいと思います。後半戦に突入しましたね、ジャン王戦。はい、予想します。はい、ではそのまま本日のタイトルコールお願いします。ピーチ鈴木のジャン王戦予想。はい、改めましてピーチ鈴木です。明日行われるジャン王戦 A1 リーグをビシッと当てていきたいと思います。はい、ついにね、完全的中したピーチさんですから、はい、今回もビシッと当ててしまうんじゃないでしょうか。はい、デス予想ではなくね、勝利の女神にお任せください。今日の予想も期待していてください。はい、ではね、どのような感じで予想するのか教えてもらっていいでしょうか。はい、明日の対局を分析して宅内トップを当てる単勝、そして1着2着を当てる馬連ではなくて残連を予想します。対局人数に応じてポイントが変わりまして、単勝は対局人数がそのままポイント、残念は組み合わせの数がポイントとなります。なので4人だと単勝は4ポイント、残念だと6ポイントを獲得できることになっております。そして100ポイント、次はね、さ、この前まで50だったんだよね。そうです、はい、たまりましたね。はい、次は100ポイントたまりましたら、私プレゼンツの企画をまた何かやる予定です。はい、もう今ね50ポイントたまってます。企画考え中ですからね、どんな企画になるか楽しみにしていてください。この番組は明るく楽しく安上がりをコンセプトに運営しております。皆さんの応援がなかったらあっという間に終了してしまいます。桃子や番組を応援してもいいよという方はぜひチャンネル登録、いいね、コメントよろしくお願いします。概要欄に各種 SNS もありますので、そちらのフォローもよろしくお願いします。それでは今日も予想していきましょう。とその前に、はい、ジャン王戦の A1 リーグについて簡単に説明してもらえるでしょうか。はい、日本プロ麻雀協会の最高峰タイトル、リーグ戦に参加する全ての協会員の目標であり、タイトルホルダーはその年の最強の称号であるジャン王に就任します。 A1 リーグは年間40半チャン行われ、上位4名がジャン王決定戦へと進出。現ジャン王中林圭プロとタイトルの座を争います。なるほど。第5節までの順位はこのようになっております。今日は明日行われますジャン王戦 A1 リーグ第6節 B 択の予想をしていきます。では一人ずつ対局の選手を紹介していきます。一人目は下石劇プロです。現在プラス 206.8 ポイント、地方を上がった第4節に続き、第5節では1、1、1、3着の合計165ポイントを稼いで決定戦圏内の位置まで上ってきました。この勢いは止まるのでしょうか。次にご紹介するのは第18期ジャン王、角川さくらナイツ所属、堀慎吾プロです。現在プラス 166.6 ポイント、第4節と5節で合計221ポイントを獲得して決定戦圏内に順位を上げて折り返しました。天才と称される堀プロですが、ここに来て噛み合ったようです。この勢いもまだまだ続くと思います。3人目は宮崎和樹プロです。現在のポイントはこちらです。ここまで大きく勝って小さく負けるを繰り返してきております。後半戦に向けて このまま上位に食い込んでいくのか注目です。最後はマイナス 75.6 ポイント、渋谷アベマズ所属、松本義弘プロです。第5節を折り返してマイナスの状況ですが、2回トップを先行させれば無理なくプラスにも持っていけるポイント、決定戦圏内まで200ポイントぐらいですので、1日爆発するとあっという間に上位に食い込むことも可能ですし、その実力がある選手です。あとはその時がいつ来るのか、ここに注目したいと思っております。5節で折り返し上位は団子状態になっておりますが、かなりの人数にチャンスがあるジャン王戦 A1 リーグ、現在のポイント上位の選手も B マイナスの選手もそれぞれにチャンスがいつ巡ってくるのかという戦いになるような気がしております。はい、ご紹介ありがとうございます。はい、ではピーチ鈴木さん、早速予想お願いします。はい、
今回単勝予想はドゥル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 ドゥーン、チーホーの下石劇プロ。おお、はい。そして残念予想は、下石劇プロとドゥル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 ドゥーン、堀慎吾プロ、こちらでいきたいと思います。なるほど。はい、これは理由はどんな感じなんですか？いや、あの結構今回悩みましたよ。ね、悩んだね、結構悩んでましたね。もうよりどりみどり、まあ、いつもそうなんだけど、うん、もう特にね悩んじゃったんですけど、ちょっとね下石さんはガチで勢いやばいと思う。これまだまだ止まらないと、止まんないと思う。でポイントもかなり持ってるけど、うん、やっぱ止まらない勢いで、さらっとあの単勝、うんうん、さらっと1位、全体1位いけるんじゃないかなと。なるほど、もともとね実力高い方ですから、もちろん勢いに乗ってる今は止まらないと。まだ止まんないと思う。あの地方からのあれ、地方からね、だってこの間も勝ってるじゃん。そうですね、いや多分まだ止まんないっす、うん、止まんない予想。わかりました。で堀さん、堀さんはまあこの前も勝ってたし、うん、安定してますよね。まあそうですね、そう2節で220ポイントとかね。いや、それやばいね。あの正直迷いましたよ、うん、堀さん下石さんにするか、下石さん堀さんにするかってなったけど、まあでもこの2人かなっていうのはちょっと思いましたね。なるほど。あのミヤピーさんと松本さんも入れたかったんですけど、ちょっとね2人の存在感が半端ないということで、まだ地方の勢いがある下石さんの方を短所にしたと、はい、いうことですね。はい、止まんないと思います。なるほど、今回もね予想が当たるように応援ぜひ頑張っていきましょう。はい、あ、でもやばいかも。私が応援すると負けるっていうジンクスあるんで。でも下石さんはね、あ、下石さんそう大丈夫、パーフェクト的中の時に下石さん本命でしたからね。で今まで結構松本さんを応援すると松本さんが負けるっていう、なるほど、結構あったのよ。あ、結構松本さんにはデスが効いてた、ね、結構入れてるからさ予想に、うんうんうん、今回入れてみないで見たらもしかしたら勝つかもしれない。様子見ということで、ね、はい、自分の出す具合を様子見、はい、本当に様子見ですね。はい、わかりました、はい、今回は4人出場なので単勝が当たると4ポイント、ジャンレンが当たると6ポイントということになりますね。ぜひとも結果を楽しみにしたいと思います。今日予想したジャンオ戦第6節 B 卓は明日9月2日の12時よりアベマ TV で生放送しますので、ぜひご覧になってください。アーカイブは麻雀プロ団体ライブチャンネルで見れます。概要欄にリンクがありますのでチェックしてみてください。ということで今日はこのあたりではい、これから楽しみな桃子を応援してるよという方はこの機会にぜひチャンネル登録、いいね、コメントよろしくお願いします。はい、選手のね皆さんもねコメント見られてるそうですから、ぜひ応援コメントなんかもしてください。よろしくお願いします。ということで本日もご視聴ありがとうございました。バイバーイ。